薬山本アホチン。ひえ、好守備にホームランやんけ。言った。はあ、手のひらくるん。佐野怒りのホームラン。こいつもしかして復活したんか。こいつ神宮でしか当たないやんけ。ヤクルトさん本拠地交換しない。打てる守れるキャプテン佐野。復調してんのかしてないのかわかんねえな。こいつなんしにマウンド上がってきてん。手のひらくるくるしてええか。神宮だけでしか当たねえな佐野は。デッドボールで自滅していくヤクルトスワローズさん、さすがやね。佐野真希はなんで一緒にデスター社せんくなったんやろな。これ神宮球場クリニックやな。球場効果や。不調の時使い続けたから良くなったんか。二軍いたんじゃ今の姿はなかったんか。マジで今年の神宮球場は珍しく横浜にも味方してるな。山本ってこの2試合でアウト一つも取ってないよな。神宮バッティングセンターじゃねえか。地球出すはホームラン打たれるはなんで揃いも揃ってこんなのしかおらんねん。ご視聴ありがとうございました。